皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー早速遊んでいきたいと思います。今回はいいねランキング世界のとても難しいからりょうさんという方のコース、ベストタイムが19秒988、クリア率 1.71%。 これまさかスピランですかね。20秒スピランとか、それだとこのベストクリアタイムは相当鬼畜っていうことになっちゃうんだけども、さてどんなコースなんでしょうか。やっぱり20秒なんだ。これ待って、半自動じゃない？右は押しっぱの半自動とか。いやそんなことはないか。そしたらこのクリア率になると、あーおー、急にパウ来てびっくりしたけど、やっぱり半自動っていうわけではないんだ。ほい、面白そう。でもこれ面白い。パウを投げて、あ、スピン、今度はスピン。おー、これ面白そうだぞ。頑張ってクリアしてみましょう。ほい、1、2の3ガリア。ほい、投げられなかった、取れなかった。とりあえずスタートは右 YB 押しっぱなしで OK。 パウを掴むところまでね。ほい、で投げてからのスピン、1。今度は低いジャンプだった。そうだよね、そりゃ見りゃわかるよね、低いジャンプだ。もうちゃんと表示してあるし優しいんじゃないですか、他に。ほい、パウ投げてからのスピンからの大ジャンプ、大ジャンプ、大ジャンプ、パウ投げる、スピンじゃない、普通のジャンプ、三段ジャンプで投げてからのバブルを避けながらまたパウ投げてからの、投げられない、最後でここで詰まるスタイル。音符ブロックがあったのは分からなかった。でもこれで決められるんじゃないの。これよしこさんですよ、このコース。さすがに世界のとても難しいの1位に入ってくるだけのコースはあり、入ってくるコースなだけはありますね。ここスピンジャンプじゃなくてもいけちゃいそうな気がするけど、クルリンとか入れてどっちが早いんでしょうね。よいしょ。でもまあタイミングが狂ったら嫌だから普通に行きますかね。ほい、サンガリー、あれ高くジャンプしすぎた、やっちまったぜ。OK、 無事にゴールできました。いやこれ難易度難しいとかに入っててもおかしくない感じはしますけどね。ほぼ半自動でパウをタイミングよく投げていくゲームでしたね。いや爽快でした、面白かったな。気象情報、トゲ時々ファイヤーバー、ところによりバブルが降るでしょう。クリアしました、ありがとうございました。それでは次はこちらのコース遊んでみたいと思います。ゴールドの高速 V はゴールしたものしか見ることができないラン。アンナさん、クリア率約 7%、 ベストタイム18秒後半です。遊んでいきましょう。なんかやだな、タス系のスキル使えそうな気がするんだけど、そういうコースだとクリアできないんだけど、そういうわけじゃなかったか。ほい、なるほどね、助けってわけじゃないんだ。メットとか甲羅をうまく投げ込んでどんどん進んでいきましょうっていうコースなんだね。面白そうじゃないですか、いいんじゃないでしょうか。ほい、何様だよ、同じところで2回も失敗しちゃった。多分うまくやっていくとメットとかをうまく乗り継げていけるようになってるんでしょうね。ここです、ほい、ここです。そしてまた投げ込んでいってジャンプして、また踏める、おーいいね、気持ちいいね。うえー、投げ込めなかったん、これはやばいよね。そうだよね、分かってた。タイムは500秒制限なんだけど、まあ基本的にはずっと走り続けていかないとダメなコースでしょうね。こういう調整ってうまく決まると作ってても気持ちいいですよね。こういうコース意外と好きなんです私。自分が上手くなったような気がする、気がするだけなんだけどね。さて高速 V ってなんだ。イエース、これ高速 V なのか。右手を連打で突き上げているぞ。ゴール後の高速 V はゴールしたものしか見ることができないラン。クリアしました、私見ることできました、ありがとうございます。では次のコース遊んでいくる。
はい、それでは今日のラストはこちらのコース遊んで終わりにしましょう。キャッスルハード、クリア率 8.25% のコースになっています。ベストタイム47秒。早速遊んでいきましょう。これは見た感じはスピランとかではなくてオーソドックスな U のお城のコースでしょうかね。おお、なるほど。これはハードだけどタイミング系になりそうかな。このね、バブルとコンボのタイミングが狂ってきちゃうとなかなか突破できないんですよ、こういうコース。タイミングはしっかり覚えて次は上に登っていく感じかな。任せて安心、クルクルクールのマリオメーカーですよ。なるほど、こいつは倒さないとダメっぽいね。トゲコンボもあるし、ここで倒しちゃうか。7光の分際で手間をかけさせるんじゃないよ、まったく。ほい。でもね、7光もね、クッパクラウンに乗ってたりすると結構大変なこともあるんだよね。ほい。そして次は何だろうな。あ、これもトゲコンボか。びっくりしたけど大丈夫。ここも1回待ちで行こうかね。安全第一、ビビリプレイのクールでおなじみです。ここは駆け抜けていく。ゴリ押しができなかった。やっぱりゴリ押ししちゃいけないよね。うん、一つ一つ丁寧に作ってくれた方のコースを味わっていかないといけないんじゃないでしょうかね。またゴリ押ししてやられちゃったよ。ここです。ここで2回でここまで来れるね。まあもう何回も来る気はないんですけどね。やっぱりここまで少しでも早く来れると気持ちいいですからね。ここでハマってくんないかな。よいしょ。あとは多分ここでスピンジャンプしてるだけで勝ててしまうんで、この7光の挙動もうちょっと調整入れてもらわないとなんとかなと思うんだけども、まあ、今更調整入ることもないのかな。マリオメーカーアップデートしてくださいよ、任天堂さん、お願いします。坂道追加希望、坂道。あとは何だろうな。マリオワールドにいたなんだっけ、スパナとか、スパナだっけ、テニスボールみたいなの投げてくるあいつとか。あ、でもあいつ見ると難しいコース多くなっちゃうか。ブルだっけ。よいしょ。今出てきたのは使わなくてもいいのかな。でっかいクッパ来たよ。ファイヤーを出してくれる。ただこれは下をくぐっていっちゃった方が早そうではあるんだけども、また鍵持ってんのかな。七光の親でしょ、さっきの。同じような地形で戦ってるし、また押さないとダメなんだろうな。こっち来んなし。おー、島にやったからの、おしましまーす。じゃないでしょうか。くるんくるんしてゴール。マリオナンバーワン。ふふ。いや、難易度難しいには入ってるんですけれど、落ち着いていれば、まあ、そんなに難しくないんじゃないでしょうかね。久しぶりにスタンダード系のコース楽しく遊ぶことができました。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録まだな方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それとコース登録もまだ行ってますので、ツイッターかコメント欄の方にどんどんお寄せください。では、またよろしくお願いします。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。